こんにちは、シークエンスパパ殿でございます。いつもお世話になっております。私あの小徳島、一昨年に一度参ったんですけども、その時にとっても楽しくてですね、ぜひとももう一度、行きたいなという念願が叶いましてですね、この度こう皆様と一緒に、行く観光ツアーというものを、決行することになりました。初めての観光ツアーでございます。小豆島9月の22日、出発で、2泊3日で参ります。道中はですね、向こうに行きまして、レンタカーに、分乗してですね、観光スポットを回ったりですとか、そういったことをしながらですね、お好きな方のために心霊スポットも回ったりとかね、約ねお一人様15分ぐらいのね、個別の霊視もね、大体お一人様2回ぐらいずつはできるのではないかなというふうに思っております。同行いたしますのは、我が、シークエンスの泉でおなじみの東華さん、東華さんもご一緒いたします。私と同じように、練習をなさってくださいますし、講演も、いたします。カラオケに行ったりですとかね、観光にご一緒に回りながら、本当にゆったりとした時間を皆様方と食事も共にしてですね、べったりと楽しい時間を過ごせればなっていうふうに思っております。観光、主な観光地などはですね、こちらの方にペタペタペタとですね、ご案内を貼らせていただいて、こういったところを回ろうかなんていうプランニングは、貼らせていただいております。そして詳細も、こちらの方にペタペタと貼らせていただくような形に、させていただきますけれども、まあ私としてはですね、まあぜひともね、ごまだきですとか、そういったところは皆さんとご一緒に行きたいななんていうことと、夕食ね、もう共にしたいな、もちろん朝食も昼食もね共にできればななんていうふうに思っております。本当に、友として出発して、どうしてもね個別で深いお悩みがあるような方はですね、別になりますけれども、お申し込みいただければいやとは申し上げませんのでね、どうかぜひとも、ふるってご家族ご一緒にでも構いませんしね、ご参加していただければななんていうふうに首を長くして待っております。本当に楽しみで楽しみで仕方がないです。神戸港に集合して、神戸港で解散になるのかなっていうような形になると思いますけども、私はね、羽田から、飛行機で、神戸まで行くんですけどもね、例えば遠方の方でしたらね、ハブ空港として羽田空港を使って私と一緒の飛行機で行っても構いませんですしね、そういったような形でもってご一緒する形でも一向に構いませんです。本当に楽しく、本当にこうウキウキとしたツアーの中で、お悩みのある方はもちろんお悩み引き受けいたしますしね、除霊が必要な方は除霊もさせていただこうかなっていうふうに思っております。それとともに本当に楽しい思い出に残る、もうおそらく、もうそう何回も行けないな、こういうね皆さんと一緒に行くツアーっていうのが、この次に行けるかどうかの約束っていうのが、できないような状況になっておりますので、ぜひともこれを機会に、共にご参加していただければななんていうふうに思っております。やはりね泊まりがけということになりますと、まあ費用もそこそこかさんでしまいますけれども、どうかね、そこのところはなんとかかんとかね、よろ
しくお願いいたしますということしかお願いできませんけれども、本当にスタッフ一同ね楽しみにお待ちしております。車でのご参加の方もね本当にお待ちしております。ワゴン車等でねご参加していただける方で以外でもですね車使ってもいいよなんていう方はね、優先的にねお願いするような形になるかもしれませんけれども、車をお持ちでない方もねお一人の方でもご家族でもご夫婦でもご一緒に、思い出に残る旅行になればいいななんていうふうに思っておりますので、これを機会にねグググググッと、友としての距離を縮められるのないかなっていうふうに思っておりますので、どうか本当に首を長くしてお待ちしておりますので、お申し込みの方をよろしくお願いいたします。もちろん人数には制限がございますしね、お宿の都合ですとか、様々なことでもって制限がございますので、お申し込みが多い場合には、先着順というような形になると思いますけれども、どうかよろしくお願いいたしますでございます。お待ちしております。私に対してハッピーカモンなのかな、ハッピービームなのかな、ハッピービームハッピーカモンで参りましょうかね。ハッピービームふんがふんがボーン、ハッピーカモン皆様カモン、ふんがふんがカモン、お待ちしております。よろしくお願いいたします。